任天堂東京に行ってきたわーだーい。ということで任天堂東京に行ったんですよ。はい、憧れのずっと行きたかったからね。あそこに行ってきていろいろなものを買ってまくってきましたんで、そちらの方も紹介したいと思います。はい、はい、ということで、まあ、最初これバンコンバンっつって土管ですよ。土管ここ中身を開けると、おすごい中身、歴代のマリオたちのステージとかがこう裏にパッケージングされてて、すごい中身クッキーなんですけど、パッケージがね、ほら一つ一つすごいゲームボーイの、あ、それスーパーマリオ、スーパーマリオね、これすべて歴代のマリオのクッキーのパッケージラスが袋、包み紙になってるっていうね。これはいいね。はい、食べよう。次アナパンケはもうね、クリアファイルの神様、スーパーマリオ、スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオ USJ、 スーパーマリオブラザーズ C、 そしてスーパーマリオワールド、ワールド、そしてこれはスプラトゥーン、イエー、クリアファイル買ってきたぞ。はい、これいいですね。クリアファイルはもうね、何本あっても困らないですからね、こんなもんね。カセット、これすごいですね。スーパーマリオ USA のカセット買ってきました。はい、これ何ですか。メモ帳ですね。あ、メモ帳になってるんだ。うすげえ、めちゃめちゃ、もう持ってみて、おーおーおー、すごいすごいすごい、ファミカセの大きさだ。で、この中身が、わかります、皆さん、これメモ帳になってるんですよ。これ一生使えねえよ、これ一生使えねえよ。さあ次はどんどん行くよ、どん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 行こう、どん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 次と次から次へと次とイカのやつのイカを買ってきましたね。何が出るのか、何が出るのか、何が出るのか、あの、いきますよ。はい、ルルルルル、せーの、ドン、おー緑。さあそしてあなたの方をオープンします、せーの、ドン、おお、あ、すごい、これなんか以上ですということで、このイカ2つやったね。これは何ですかね、キーホルダーコレクションですね。かわいい、もうこのマリオたちかわいいです。はい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 、この中に隠れてます、隠れてます、隠れてます、せーの、ドン、おー、おばけー。さあ次はこのね、めっちゃかわいい、これも前靴キーホルダー、靴キーホルダーコレクションで、これね、中身がこれ取り出すとめっちゃかっこいいんですけど、シューズのケースみたいになってるんですよ。芸が細かいよね、これすごいよね。中に、いや、すげえ、超かわいすぎるだろスニーカーが入ってる、2つワンセットになってるんですけど、スニーカーのキーホルダーが入ってるっていう感じですね。これが2種類、2個買ったんですけれども、このゴールド、これゴールドシークレットだっけ。はい、シークレットのやつも当たったんですよ。これ履いて、あの、学校行った方がいいんですか、りょうくん。はい、はい、じゃねえよはい、続きました、これですね、ちっちゃいファミコンカセット買ってきました、スーパーマリオワールド。これ何ですか、カセットだと思ったらカセットじゃないんですよ。おお、あ、タブレットケースですね、これね。はい、あー、すごい、かわいい。これでこの中に薬入ってたら、もう、それはもう、キノコ王国からの贈り物ですよ。はい。はい。そして、これはね、ゆうもくんが、頑張って詰めた、瓶詰めの消しゴムっていうんですか。こういった感じのミニ消しの、瓶詰めの詰め合わせって感じですね。これ、いいね。かわいいね。あ、マリオいる。そこに。やっほー！
ということで、2021年任天堂東京に行って買ってきたものを紹介しました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。花パンでした。ゆうまでした。